これから2020年度青山学院大学社会情報学部統計入門第3回の講義配信を始めます第3回はホエル初等統計学第2章標本データの記述からその後半部分の講義をしていきますテキストでは15ページ算術的記述というところからになります 第2章の第4節ですねこの統計入門第3回講義は動画配信を2つに分けて行います第4節30席記述です第2回の 授業で測定値を標本から標本のデータをヒストグラムに整理する度数分布表とヒストグラムに整理するということを学びましたこの第三回では数値によって分布の特徴を捉える方法を学習していきますヒストグラムは測定値の分布に関してかなりの情報を与えてくれます それは前回講義で我々が学習した通りです。しかし、分布に関するより正確な情報は、分布の算術的記述によって得られます。テキストにある例です。例えば、寮生と寮生以外という2グループで、体重の分布の比較をしたいとします。この時に、ヒストグラムでの定性的な比較だけでなく、体重の平均や 変動を表す数値での定量的な比較もおそらく行いたいはずです。このような目的に用いられる数値を記述統計量、あるいは要約統計量と呼びます。記述統計量、要約統計量というこの言葉はテキストにはありませんが、よく使いますので覚えてください。 データを記述する、あるいは要約する数値、統計量、これは大きく2つのカテゴリーに分けられます。代表値と言われるものと、散布度と言われるものです。代表値は分布の中心の位置を示します。中心とは何かということは、 いいろいろな考え方がありますこれについては後で説明をしていきます。代表値は分布の中心の位置を表す位置の速度ということになります。もう一つのカテゴリーが散布度といわれるものです。これは変動の速度であって分布の広がりを表します。変動というのは分布の広がりのことですね。 具体的な代表値として平均値中央値最頻値について学びます具体的な散布度として分散標準偏差範囲四分位範囲について学んでいきますでは4.1節、平均ですこれはもう皆さんはご存知だと思います 変数 x について母集団から大きさ n の標本が得られているとしますこれら数値を x1x2 から xn までで表しますすべての測定値を加算した値を測定値の数で割ると平均あるいは平均値というふうに値という言葉をつけることもありますね平均になりますしばしば記号 x バー 変数の上に横棒短い横棒を書いて記号 x バーというように表されます式で書くとこのスライドに載っているような式になります今このスライドにシグマの記号がありますねシグマ記号慣れていない人もいると思うんですけれどもこれはただの足し算の記号ですので よくわからないときにはこの式の2行目にあるように全部足し算の形に書いてみてください。添え字 i の部分についてシグマ記号の上下に1から n まで変えるという指示があります。ですから x1x2 から xn まで添え字部分を変えながら全てを足すこれがシグマ記号の意味になります。 よく分からなくなったら要素を具体的に書き並べてみるということですねただの足し算ですのでそれほど大したものではありませんシグマを用いた計算についてあまり自信のない人はこのスライドにあるリンク先に説明がありますので必要に応じて参照してください受講生の方は配布している執筆中テキストの第3章にも説明があります 第4章で学習する確率変数という概念を用いると確率変数というものを大文字実際に得られたデータは小文字で書くことが多いんですけれどもここでは違いを気にしないでおきます。第2章では小文字で書いたものは別の意味で使われています。このの後説明をしていきます。今、先ほどの式 これは確率変数としての表現というのが統計学のテキストでは一般的ですが今はあまりそのことを気にしなくても結構です平均の図形的な意味ですヒストグラムを描き平均50の位置に下からナイフを当てるということをイメージしますテキストで書かれている説明です このヒストグラムが何か重さのあるものでできているというように考えてください。均質な重さのある板とか、あるいは重りのようなものですね。それを積み重ねてヒストグラムができている。そのようにイメージをします。でそして平均値の位置にナイフの刃を当てるとちょうど釣り合う,うその。そうしたものがこの図形的な意味。 平均値の意味になりますつまり平均はヒストグラムの重心なんですね少し細かいことを言うとヒストグラムに表してしまうと元のデータの測定値の情報が失われてしまっていますので元のデータから計算した平均というものがこのぴったり釣り合いの位置ということにならないんですけれども。 概念的にはこのように理解してもらって結構です。ヒストグラムの重心ですね。ヒストグラムを描くんではなくて、もっと正確に測定値から計算される平均の位置の意味を考える時には、数直線を用意しておいて、 今この横軸にあるような数直線ですね数直線を用意しておいて一つ一つの測定値をその値のところにぶら下げるというイメージでもいいと思います重り同じ大きさの重りをたくさん用意して一つ一つの測定値があるところにぶら下げていくで、そしてそうしたものを上から吊るすイメージでもいいと思いますねで、そうするとちょうど平均値の時に ところで吊るすとそれが左右傾くことなくぴったり吊り合います重要なのは重心の位置を与えているものがデータの重心を与えているものが平均値だということですね今少し話をしたようにデータが度数分布表に整理されていて元のデータが利用できない場合 でこの時には元のデータから元の測定値からは平均値を計算できないんですけれども各階級に属する測定値は全てその階級の階級値をとっているものと考えることによって近似的に平均値を計算することができますで例えば先ほどのヒストグラムで最初の階級38.5から40.5というところは これ、賃金のデータで39という値の人と40という人はいずれもこの階級にカウントされています。そして、ひとたびこのようにヒストグラムにされてしまうと元のデータが利用できなければその人が38だ39だったのか40だったのかはもう分かりません。 そしてその場合にはこの階級に属する人たちは皆この階級の中央の値である階級値と呼ばれるものつまり39.5という値だったのだというように見なしてしまうこのようにして近似的ですけれども度数分表に整理されたデータから平均値を計算することができます。 Excel でこのような計算をする方法を補助教材として動画で公開していますので、参照してください。統計入門の受講者の人は必ず視聴をしてください。では、その階級値を基に計算をする方法です。平均値を計算する方法です。階級が K 個あり、それぞれの階級,を階級値を X1 から XK というように表すことにします。 そして、それぞれの階級には、測定値が F1 個から FK 個まであるとします。この時、この度数分布表から計算される平均値、X バーは、下の式のようになります。つまり、X1 という値が F1 個あるので、この階級での合計が X1×F1 になります。次に、X2 という値が、X2 という階級値を取っている人が F2 だけいると。 見出しますので、ここでの合計は x にかける f2 ということになります。で、このようにして、稽古の階級値全てについて階級え階級全てについて階級値と度数の掛け算をして全部足します。で、こうすると先ほどのように特定の階級に属する人は、その階級の階級値を取ったとみなした時の n 人分全員の合計が得られることになります。 これれを N で割ってやれば平均値になりますねこの式でシグマ記号の上についているところ i=1 から k となっていることに注意してください n ではありません x の if の i これそれぞれ階級値とその階級に属する測定値の数ですから i が変化する範囲は1から k までということになります。 次に4.2節では標準偏差というものが説明されます。今平均値というものを説明しました。これはもう皆さんにも馴染みがある値で、平均値は記述統計量の中で2つのカテゴリーのうち分布の位置の速度に当たるわけですね。分布の中心を示しています。そして標準偏差、4.2節での標準偏差というのは この平均値を中心として測定値がその周りにどの程度変動しているかということを表すものです。変動の速度ですね。散布度になります。でこうした平均値を中心としてその周囲にどれだけ測定値が分布しているか変動しているかを表すという目的にかなう技術統計量は分散および標準偏差というものになります。 このように平均値を中心として考えますので分散と標準偏差はいずれも平均値とペアで用いますまずは分散です分散は平均からの偏差平方和を測定値の数である n あるいはそれから1を引いた n-1 で割ったものですテキストでは記号を s 乗で表していますそれぞれの測定値から平均値を引いたもの これが偏差と呼ばれるものです。これをすべて2乗した上で足し合わせます。そうしておいて、測定値の数 n、あるいは n-1 で割るという計算をします。これが分散ですね。ここのシグマ記号も、やはり分かりにくければ、式の2行目にあるように書き下してください。足し算の形になります。各測定値から全部平均値を引いておく。その値を2乗して全部足す。 ということですねこれを変差平方和というように呼びます式どの部分が変差であるのか平方って何のことか式を言葉で読むということが統計学や数学の学習において重要ですこの式ただ単に眺めるだけではなくて このように言葉で解釈をしてください偏差というのは x i ス x バーという部分です各測定値から平均値を引いたものこれが偏差ですね平方っていうのは2乗のことですので式でいうとこの右肩にかかっている2という部分になりますそれを全部足す平方は偏差平方はこれを全部足すということですねこの偏差平方は を求めてて N でで割ってやるわけですから分散というのは偏差の2乗の平均であるというように考えられます偏差の2乗というものを測定値の数だけ n 個分全部足しておいて n で割るわけですから偏差の2乗の平均が分散だということになります式言葉できちんと読んでくださいね。 でこのような分散というのが平均値の周りのデータの散らばり具合を表すということを簡単な例で見ておきましょう。分散というのは直感的にはヒストグラムの横幅になります。平均を中心としてどれだけ横に測定値が広がっているかということですね。456というデータと0510というデータを見て、これらについて分散を計算してみます。いずれも平均は5ですね。 456というデータの場合、各測定値から5を引いて2乗して全部足し3で割ってやると3分の2になります。0 5五0というデータの場合、やはり各測定値から平均値である5を引いて2乗し全部足します。それを3で割ってやると3分の50になります。3分の2よりも3分の50の方が明らかに大きいですね。でこのように分散の値というのは平均値の周りの変動、 測定値のりり具合を表していいるととうことがわかります直感的にはヒストグラムの横幅に相当するわけです。度数分布表に整理されているデータで元の測定値がわからない時先ほどそうした状況から平均値を計算する方法を学びました。分散についても同じように度数分布表から 近似的な値を計算することができます各階級の階級値この xi というのは i 番目の階級の階級値ですそこから平均値 x バーを引きまして2乗してやりますそしてその階級には fi 人の人がいますからそれだけ分掛け算をしてやります平均値の時と 同じですね。平均値の時には単にここが xi, fi だったところが、xi のところが xi-x bar の2乗というようになっています。この x bar というのは、やはり度数分布表から計算された近似的な平均値です。元のデータが利用できない時に、度数分布表から求めた平均値を小文字の x bar でテキストでは表しています。でこのようにして、偏差平方和を 近似的ですけれども求め,求めて n で割ってやれば分散が計算できますでそれからあとで少し説明しますけれども n ではなくて n-1 で割るということもよく行われます。n-1 で割った分散 n で割るかあるいは n-1 で割り算をして,やるし,してやります。偏差平方和を N N-1 ででで割割るあるあいいは、n、1で割ったものが分散ととうことですね 偏差辺法和を測定値のの数 n でで割った分散は次のように四辺形できます。左側が分散の定義の式これを変形したものが右辺の式になります右辺の式言葉で読むと2乗の平均引く平均の2乗となります。xi2 って書いてますから各測定値を全部2乗してから平均値を計算する。 xi の代わりに xi 乗になっているのが平均値の式と違うところですね。2乗の平均、そして x バーというのは平均値ですから平均の2乗です。分散は2乗の平均引く平均の2乗。このように言葉で読むとよく理解できるようになります。これは重要な学習ストラテジーですので積極的に使うようにしてください。数学や統計学が苦手な人、 式をなんとなく眺めてるだけという人が多いんですがそうではなくて式は積極的に読んだり解釈したりする必要があります証明念のために載て掲載し,たしておきます最初分散の定義の式から出発して中学校で習う二乗の展開の式を書き シグマ記号を配分して整理していくと先ほどの2乗の平均引く平均の2乗といった式が出てきます。偏差平方和を測定値の数から1を引いた数つまり n-1 で割った分散は少し形は複雑になりますがやはり同じような変形が可能になります。でここではどのようにこの式を書いているかというと。 n-1 で割る方の分散が欲しいんですがまずは n で割った方の分散を先ほどの2乗の平均平均の2乗で求めておきますそれがこの途中式にある括弧の中です n n 分のののマ i イコーール1から、n、まで xi2 -x バーの2乗乗バこれで偏差平方和を n で割った分散が求められているはずですそこでこれを n 倍してやって そうすると N 倍することにより偏差平方和に戻りますそして改めて N-1 で割ってやるこれで偏差平方和を N-1 で割った分散になります先ほどのように最後の結果はあまり覚えやすい言葉ではっきりは言えないですけれどもこのように 分散、偏差平方和を n で割った分散を求めておいてから、n 倍して n-1 で割り直すという考え方、これ時々使えるので、覚えておくと良いでしょう。ここまでで分散というものが、偏差平方和を n あるいは n-1 で割った分散というものが、平均周りの 測定値の散り具合を表すすととといいうことはかかったかと思いますしかしわざわざ2乗しなくてもいいんではないかと思うかもしれません単純に差だけ取ってやればよくてなぜ2乗しなければいけないのかこの理由を説明をしていきますまずは単純に差を取ればいいんではないかこれはうまくいかないのはただ単に差を取って全部足しただけではこれがゼロになってしまうんですね これは正末問題、第2章のテキストの正末問題17になってますから、受講者の人はやってみてください。期末テストの範囲に含まれています。そうすると、どのようなデータであっても、平均からの偏差を単純に加算すると必ず0になってしまいますから、これは平均周りの 測定値の散らばり具合を表すという目的には使えませんどんなデータであろうとゼロになってしまうでは次に絶対値をとって加算平均してはどうかえつまり平均とのの差を全部正の数で測る平均より小さい値も大きい値も全部どれだけ離れているかだけを問題にしてプラスマイナスの記号の区別をしない全部プラスにする いうことですねこれは実際にあり得る分布の広がりを表す上であり得る手段です。名前も付いています。平均偏差というんですね。このようにして計算されるもの。最後に n で割りますけれども、えー、っとこれを n で割ってやると平均偏差と言われるものになります。ただ、絶対値というのは少し数学的に扱いにくいので、それよりは2乗してやった方が、 扱いが楽になるんですね2乗してやれば全部がプラスの数になるこの点では絶対値を取ることと同じですけれども絶対値よりも2乗の方がいろいろ数学的に扱いやすいので平均偏差というものはありますが多くの場合には分散が使われることになります。では先ほどから n で割るという分散と n-1 で割るという分散があると言ってきました。 テキストは主に n-1 で割る方を採用しています。なぜ n-1 で割るのか測定値の数で割るんであれば、これは偏差平方の平均です。偏差の2乗の平均ですから分かりやすい。何度も言ってきたように、これが各測定値が平均値の周りに平均してどれぐらい広がっているかを表すことになるはずです。しかしわざわざ n-1 で割っているのは、 推測統計の目的の観点では推測統計母集団の特性を推定する標本から母集団の何らかの特性を推定するという立場では n-1 で割る方がある望ましい性質を持ちます。これはテキスト第6章で学習します。普遍性という性質を持つんですね。 そのために N-1 で割っています。ただ少し細かい注意なのですけれども募集団の分散を推定するという立場の時に普遍性ということを重視すれば n 1で割る方が望ましいということになりますが観点を変えれば別の望ましさもあります。 でその時には n-1 ではなくて n-n の方が望ましいということもありますで少しややこしい話ですがこのテキストでは普遍性ということを優先して母集団の分,を分散を推定するという立場では n-1 で割る方が望ましい性質を持つというように書いてありますこの n-1 で割った分散をテキストでは標本分散と呼んでいますしかし非常にややこしいことにこれを n で割った方の分散を指すことがあります。用語に混乱があるんですね。誤解の心配がない表現は、n-1 で割った分散を不変分散と呼ぶことです。不変性、不変推定値、不変推定量、不変性という望ましい性質を持つ分散という意味で、不変分散と言いますので、この性質は n で割ってしまうと達成できません。n-1 で割ることによって不変性を持ちますので、 n-1 引くで割った分散を不遍分散と呼ぶのは誤解の心配がない表現ですではちょっとここでクイズをやってみましょうこのように説明をしてきているんですけれども分散について誤解をしている人が結構多いということがここ数年の授業で分かりましたのでクイズをいくつやってみます A グループの得点の分布と B グループの得点の分布が示されています本来であればヒストグラムとして柱と柱の間隔を0にして描くのがいいんでしょうけれどもそうすると分かりにくくなるので今棒グラフのように間隔を離して書いています A グループの分布と B グループの分布それぞれありますけれども A グループと B グループで分散が大きいのはどちらですか 計算もしなくくててて直感で考えてみてください。ここで30秒ほど止めて考えてくれればいいですけれども回答をでは言いますね。これは B グループの方が分散が大きいです。平均値は両方とも A グループも B グループも50ですからその周りの変動 横方向の散らばりが大きいのは B グループですね B グループの方が分散は大きくなります A グループだって答えた人はこの上下の変動に目を奪われているようなんですね上下の変動が激しい方が分散が大きいという誤解がどうやらあるようなのでここで誤解していた人は正してください4.2節のタイトルになっている標準偏差というのは この分散の正の平方根です。分散を計算してやります。そしてその正の平方根を取ってやります。これが標準偏差でテキストでは記号 S で表しています。分散の記号が S2 乗でしたからそのルートを取ったものが S っていうのは自然だと思います。でやはり n 偏差平方和を N で割るか N-1 で割るか両方の標準偏差があります。 なぜわざわざ分散というものがあるのにもう一度平方根を取るのかこれは標準偏差の単位は元の測定値の単位と同じという使いやすさがあるためです。我々は日常的にそういう言い方をしますね。 平均 175cm という身長のデータで分散を計算したら25という数値が得られたとします。この時に分散 25cm というようには言えません各測定値と平均との偏差をとった段階ではまだ単純な差ですから差が何 cm という言い方はありますがその差何 cm という差を二乗してしまっていますのでその時点でもう単位は変わってしまっています。 あえて言えば面積になってしまっている平方センチメートルですねですので分散25センチという言い方はできないわけですしかしここで平方根を計算してやるとルートの2 5として5ですけれどもこれは先ほどの平方センチメートルといった単位がもう一度平方根を取ることによってセンチメートルに戻ってますから標準偏差5センチという言い方はできるわけです このように標準偏差は元の測定値と単位と同じで平均値とペアに使うときには分かりやすいですね平均と単位が同じになりますでこのために分散というものだけではなくてその平方根を取った標準偏差というものが用意されています4.3節です標準偏差の意味第5章で学習する正規分布というもの をしていいる母集団からの大きな標本ではという話があります正規分布というのは一つの山の形のある富士山のようなあるいは釣り鐘の形をしているベルカーブベル,ベルの形というようにも言われますけれどもきれいな左右対称のヒストグラムになるような分布です。正規分布 そうした左右対称の釣り鐘富士山のような山の形こうした母集団からの大きな標本では平均から標準偏差1つ分の範囲に全測定値のおよそ68%が入ります。偏差値でいうと40から60ですね。 偏差値の平均は当然50です。偏差値50というのが平均に相当するわけですが、あそこから標準偏差1個分というのは、偏差値の場合は標準偏差が10です。偏差値というのは平均が50で標準偏差が10なんですね。ですから、平均からプラスマイナス1標準偏差というのは、偏差値でいうと40から60になります。この範囲におよそ68%の7割ぐらいですね、の測定値が入ります。 それから標準偏差2つ分にすると、平均プラスマイナス標準偏差2つ分の範囲にすると全測定値のおよそ95%が入ります偏差値でいうと30から70ですこれは大体いい皆さんの直感に合ってるんではないでしょうか偏差値40から60っていう範囲大体7割ぐらいの人がそこには入っている30から70にすれば 30より低い人や70より高い人っていうのもまれでほぼほとんどの人がこの範囲に入っているというのは直感に合っていると思いますね。おおよそ全ての測定値が含まれる範囲の4分の1の大きさがほぼ標準偏差に相当します。 偏差値の場合30から70というところにほとんど入っているわけでえここの幅が40ありますねその4分の1である10というのがあ実際標準偏差です偏差値の標準偏差は10なんですねでどんなデータであってもお元の母集団が正規分布という左右対称なきれいな分布であってえかなり比較的大きな標本の場合にはここで書いてあるような性質が まあ大体成り立ちます。えー、も,もちろんいつも厳密に成り立っているというわけではないですおよおよそとおよそというふうに書いてありますがでもこれはおよそなんですけども良い非常に良い目安となりますでここまで分布を数値で記述するために推測統計量と記述統計量推測統計量あるいは記述統計量と呼ばれる数値を用いてきました。 平均といったものを考えるというのは分かりやすいと思うんですがなぜわざわざそれだけではなくて分散を考えなければいけないのかあるいは標準偏差を考えなければいけないのかそのことを説明をしておきます分布の中心だけではなくその周りにどれぐらいの変動があるのかを考慮しなければならないことが多いからです例えばリスクの評価の場合平均で1万円儲かりますよっていうように話を持ちかけられて あなたは応じるかどうか平均で1万円と言われるだけでは踏み切れないと思うんですね変動の大きさを知りたいですね平均で1万円儲かる勝っても負けても数万円の範囲の話をしているのかあるいはもっと大きく数十万円の範囲の変動があるのか 勝つときは数十万勝つけども負けるときは数十万なのかということによってこの賭けに乗ることができるかどうかというのは変わってくると思うんですね。中心の位置だけではなくて分布の中心だけではなくてその周りの変動情報が必要ということになります。別の例としてテストの2つある 複数のテストの得点を比較するということを考えましょうどちらのテストも平均が50点だったとしますその時に70点を取るということの価値は同じでしょうかこの価値を判断するにはやはり分布の広がりが必要だと思いますね。平均が50点で多くの人が40点から60点という狭い範囲に分布しているテストで70点を取った場合。 これはかなり価値の高い70点ですね。ほとんどの人が40点から60点の範囲であるのに、1人だけ少し離れて70点を取る。これはかなり価値が高い。しかし平均50点だけども、0点から100点ぐらいまで、100点までまんべんなく測定値が分布しているという時には、70というのは悪くはないですけれども、先ほどほど良い点であるとは言えませんよね。で、このように、いろいろな物事の評価の時に、 変動を考慮しなければいけないことが多いんですね心理学でのいろいろな研究から人はしばしばこうした変動を無視してしまうということが明らかになっています例として日本でよく信じられている血液型性格診断の話をしてみたいと思います血液型によって何らかの性格特性が違うと言っているのは この図に表されているような状況を言っているのだと思います。A 型 B 型 O 型 AB 型で縦軸に何らかの性格特性の程度外交的か内向的かといったものでも構いませんが何らかの性格特性の程度をとるとそこに違いがあるっていうように想定しているわけですよね。でこうした違いが血液型によって生じていても全くおかしくないでしょう。いや生じ,生じているのだというのが血液型 別の性格診断とということになります科学的にはこのように血液型によって何らかの性格特性の平均値が異なるということは全く示されていませんけれども、まあ、ここではそれは違っているとしましょうでは違っていればこのように平均値の位置が違っていれば血液型というものが性格の診断に役に立つんでしょうかそれだわけでは 役に立たないんですね。なぜかというと、平均値周りの変動があるからです。みんながぴったり、A 型の人はみんな同じ性格特性、ある特性について同じその性格特性の値が、あの、程度が同じ。B 型の人は何らかのそのてそ性格特性の程度が同じ。ぴったり平均値の位置をみんなが取るというんであれば、それは血液型によって性格が 異なっているというふうに言ってもいいかもしれませんが。実際にはそんなことはなくて、同じ血液型の中での変動があるはずですね。で、そうすると、仮に血液型による差が平均値としてあったとしても。個人差がずっと大きいと、性格診断には役立たないということになります。人はしばしばこういった。 分散あるいは標準偏差という変動の速度散らばり具合っていうことを見逃してしまう無視してしまうんですねもちろん今ここで書いているのは仮想的な話です ABOAB で何らかの性格特性の平均値が違うという事実があるわけではありません仮にあったとしてもそれだけでは分散 いや標準偏差といった変動を考えるとそれだけでは正確診断はできないですよということをここでは言っています散らばりが重要だということの具体例もう一つ挙げておきましょうこれは少し前の新聞記事なんですけれどもいろいろな政策に関して各党の 党内での平均値と、その中での意見のばらつき具合を図示していますね。もうすでに1 0二枚はもらっているわけですけれども、えっ、ー、と、この時にはまだ 5%, 段5で2段階で、つまり8%から8、まず8%、次に10%というその2段階の引き上げ。で、これに対して、賛成か反対かということについての、 党党内内ででののののの平平均値平均値位置とと意見の違いいいうものを表していますこの時には民主党政権でしたから一番上に民、これ民主党ですね。で、その次に自民党というようになっています。で、こうしてみますと平均値の位置だけではなくて散らばりの、散らばり具合というものが見えますね。民主党も自民党も これは非常によく似ていて、平均値も大体いい同じ位置にあるし、散らばり具合も同じだということで、ここは、この消費増税に関しては、この2つの政党の意見は、中心の位置でも、分布の中心も広がりも、かなり似通っているということがわかるかと思います。4つ目の項、上から4つ目の項は公明党ですが、ここは、 まあ少し賛成の方に平均値寄っていますけれども分散も散らばい具合もちょっとだけ小さいように見えますね。え公明維新その次共産ですけれども共産党は反対のところに平均値があってしかも党内での意見のぶらつきが非常に小さいということがわかるかと思います。 これ原発再稼働についての党内での平均値、賛成反対の平均値の位置と散らばりを表しています。民主党と自民党、これは散らばり具合はあんまり変わらないですが、平均値の位置が違っていますね。民主党の方が賛成と反対の真ん中ぐらいのところに平均値があって、党内で賛成の人も反対の人も同じようにいるというものが見て取れるかと思います。 こうした状態になっていると党として意見を一つにまとめるってことは少し難しいかもしれませんね自民党やや賛成寄りの方側にずれていますね民主党から見ると賛成側にずれていて意見の分布は広さは幅は似てるんですけれども平均値の位置が少し違いますのでこれなら党内の意見をまとめるということもできたかもしれませんね やはり特徴的なところを見ていきますと、例えば共産党ですよね。共産党の場合には反対の方に寄っていて、やはりこの同じ党内の分散も非常に小さいといったのがわかるかと思います。新聞記事に掲載されているグラフ。 いいいうののは非常によくでできているものが多いですから皆さんも新聞を見て何かグラフが載っている時にはでそのグラフというものが何を表しているのかそしてそうした表したいものをどれだけうまく表現できているかということをちょ,っとめちょっと考えてくれるといいと思うんですね。どの,どの新,聞新聞社もこの,このグラフ図については非常に良いものを掲載してくれていることが多いですね。 はいえー、っとでここから第2章の5節になりますけども一度ここで動画の配信終わりましてえ次の動画で2番目の動画で第2章5節の説明をしていきます。